防衛省が新たなコンセプトを元として建造を進めている海上自衛隊護衛艦である最上型護衛艦の9番艦 FFM9 の命名進水式が、2024年6月24日に長崎県長崎市にある三菱重工業長崎造船所で執り行われ、名取と命名されたよ。同造船所の建神第一ドックで実施された式典には関係者約200名が出席し、木原稔防衛省が室内を切断すると船首のくす玉が割れて、花火や汽笛が鳴り響く中名取は無事に浸水したぜ。今回はそんな最上型護衛艦9番艦名取が浸水した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、発表した海上幕僚監部広報室によると、名取はこの先偽装工事が進められ、様々な性能試験が実施された後、2025年度令和7年度中の収益が予定されているんだ。名取という艦名は宮城県の仙台市や名取市を流れて太平洋に駐でいる一級河川、名取川に由来して名付けられたもので、海上自衛隊内での募集から決定されたんだって。旧日本海軍においても長良型軽巡洋艦の3番艦が名取と命名されていて、旧海軍以来この名を受け継いだ日本の艦艇としては2代目となるが、海上自衛隊護衛艦の艦名としては初めてとなるな。最上型護衛艦はこれまで2年間2隻ずつというハイペースで建造が進められていて、今回名取を浸水させた三菱重工業長崎造船所と、元三井 E&S 造船玉の艦船工場だった三菱重工業マリタイムシステムズの、三つの造船所で2027年度令和9年まで22隻が収益する計画だぜ。最上型の艦名はこれまでに収益した1番艦最上 FFM1 に山形県を流れる最上川から命名されたのを皮切りに、以降2番艦熊野 FFM2、3番艦の城 FFM3、4番艦三熊 FFM4、5番艦矢萩 FFM5、6番艦阿賀野 FFM6 と続き、現在偽装工事が進められている7番艦仁淀 FFM7 と、8番艦湧別 FFM8 にも日本国内の一級河川から命名されていて、今後建造予定の11番艦と12番艦にも河川名が名付けられると見られているよ。これらの最上型護衛艦の艦名のうち、8番艦湧別だけが旧日本海軍での命名実績がなく戦後の海上自衛隊で初めて使用されたが、他の艦名については旧日本海軍の軽巡洋艦に使われていた河川名がひらがなで使用されてきたんだ。なお、旧日本海軍において重巡洋艦には山岳名が付けられるのが常であったが、最上型重巡洋艦最上、熊野、三熊及び鈴屋と利根型重巡洋艦とね、菊間には、通常軽巡洋艦の艦名に使用される河川名が付けられているな。これは1930年昭和5年に締結されたロンドン海軍軍縮会議において世界各国海軍の重巡洋艦の保有トン数が制限されたことを受けたもので、これらについては有事の際には四方を60口径3連式 15.5cm 3連装砲から、50口径 20.3cm 連装砲等からに変更し、重巡洋艦として運用することを計画して建造されたためらしい。最上型護衛艦はこれまでの護衛艦の建艦構想とは一線を画した新艦種として、近年日本の近海において増大しつつある情報収集や警戒監視任務に対応可能な艦種の必要性が増したことと、護衛隊軍に所属しない護衛隊の増加と退役が予定されている護衛艦を補いつつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力向上と船体のコンパクト化と消費とかを両立させた新型艦艇として計画されたわけだね。艦種記号については、計画においてその艦体規模が3000トン級であることが明らかにされて諸外国において同級艦種である、フリゲート FF を元に考えられ、多機能性を意味するマルチパーパスと、これまで掃海艇が担当していた機雷船にも対応可能な艦種であることから、機雷のマインの頭文字 M を取って付けて FFM という新しい艦種記号が付与されているよ。海上自衛隊でフリゲートが運用されるのは、太平洋戦争後発足した直後にアメリカ海軍から、タコマ級フリゲートが貸与されたことにまで遡り、それらはクス型護衛艦として配備されたんだ。クス
スカタ護衛艦の最後に退役したのはアメリカ海軍でサンペドロとして運用されていたカヤで、カヤが退役した1972年3月以来50年ぶりにフリゲートが海上自衛隊に登場したことになるな。最上カタ護衛艦は当初、3000トン級のコンパクトな艦となる計画であったが、多様な任務に対応するために次第に大型化して行き最終的には3割ほど大型化し、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルの艦隊となったよ。搭載される機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載により、7万馬力を発揮することで最大速力は30ノットとなっているね。兵装は主砲に62口径5インチ砲127ミリ単装砲が搭載されていて、この砲は、RIM116C ラム近接防空ミサイルシステムとともに対空兵器としても使用可能なんだって。また、17式艦対艦誘導弾 SSM24 連装発射等2機が搭載され、この攻撃管制装置として、艦対艦ミサイル艦上装置3型 SSMS3 が後日に搭載されるものと見られているな。この他に対小型水上艦艇に対応する兵装として、日本製鋼所が開発した国産の遠隔操作型、水上艦艇用機関銃か RWS12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しているぜ。対潜水艦用兵装として324mm3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているが、その他にも最上型護衛艦には対潜兵装として MK41 垂直発射システム VLS が16セル後日装備とされていて、それらには日本版アスロックとも言われている丸7式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定らしい。また、FFM の M の由来の一つである機雷戦に対応する兵装として、対機雷戦ソナーシステム OQ91 が搭載されて、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV を搭載して運用できる能力を持ち、従来は掃海艇が担っていた対機雷戦能力を最上型護衛艦が引き継ぐとともに、将来において発生が危惧されている南西諸島や先島諸島などでの島嶼戦に際して、対機雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する艦として期待されているね。また、最上型護衛艦の外観上の大きな特徴はレーダー反射断面積 RCS を低減させるために、船体と上部構造に傾斜角が付され、前甲板からのナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いていることのほか、これまで上甲板の前甲板に設置されていた糖尿病関連装置が艦内に配置されていたり、上部構造物が左右両舷に張りして上甲板暴露部の通路が廃止されていたりしていることなどがあるんだって。そして最も目を引くのは、艦橋頂き部に設置された統合マストのラ50複合通信空中線で、その形状からユニコーンユナイテッドコンバインドレイディオアンテナ、ユニコーン、とも呼ばれる簡素で電波反射が少ない円柱状のモジュールだよ。その統合マストの中は各システムが電波干渉を受けないよう配置され、マストの基部と船体との接合部の電気配線接続が容易な構造となっているため、整備や故障時にパーツ交換や整備などが実施しやすくなっているみたい。C4ISR については、艦船運航システム艦船維持管理システム艦内外通信システム指揮統制システム、各種武器システムなどにおいて開かれたオープンアーキテクチャ OA 化が進められ、標準化されたネットワークシステムに組み込まれて構成され、戦闘式助 CIC では360度、ディスプレイで囲まれた円形になっていて、表示される情報を自由に設定できるぜ。このことにより戦闘管制だけでなく運航操舵各種機器管理なども CIC で一元化する。トータルシップコントロールシステム TSCS が採用され、消費とか情報に役立っているわけだ。消費とかが図られた最上型においてはクルー制が導入され、最上型護衛艦3隻に対して4組のクルーが配備され、常時3組が任務につき1組を休養させるローテーションが組まれているらしいな。このことによって、検査修理期間以外での艦の停泊期間を短縮し、
艦艇の運用効率を向上させることができるとされ、海上自衛隊の人員不足解消への貢献が期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イングランド南部のハンプシャー州にあるファーンボロー空港において2年に一度、偶数都市の7月に開催されているファーンボロー国際航空ショーが、2024年7月22日から26日までの日程で開催されているね。ここでは次期戦闘機の参加国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが、自社のブースに次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているらしいぜ。今回はそんな BAE システムズが日英共同開発が進む次期戦闘機のコンセプトモデルを公開している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。航空自衛隊では戦闘機については3機種を運用する方針にしていて、現在はアメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング 2AB と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F-15JDJ に三菱重工業製の第4世代の F-2 戦闘機を運用しているんだけど、F-2 戦闘機については2035年から退役が開始される予定になっているため、
その後継機種を次期戦闘機として国内企業による開発製造を目指して2035年から収益させる計画だったんだ。ちなみに、F-15J はパイロットが1人の短座型、F-15DJ は2人乗りの複座型で、F-35 の A タイプは通常離着陸型であるが B タイプは垂直短距離離着陸機型 STOVL で、現在海上自衛隊において軽空母としての改修が進められている出雲型護衛艦の改修完了後に艦載機として運用されることになる予定だぜ。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは2010年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表したことからで、その中で将来戦闘機のコンセプトモデルとしてI-3ファイターが提唱されているな。I-3 ファイターのコンセプトとして挙げられたのは次のもので、20年後の2030年頃までに実現させるものとして、クラウドシューティング次世代ハイパワーレーダー敵を凌駕するステルス性能次世代ハイパワースリムエンジン、電子戦に強いフライバイライトが挙げられ、30から40年後となる2040年2050年頃に実現させるものとして、将来アセットとのクラウドライトスピードウェポンが挙げられこれらの開発のための技術研究が進められたよ。また、この時点では後継機種については開発コストがかかりすぎるとの理由から、海外からの導入を検討すべきとの声もあり、さらには契約金額が数兆円単位になることから海外からの注目度が高く、2018年7月時点においてはロッキード・マーティンが第5世代ステルス戦闘機で世界最強の制空戦闘機と呼ばれている F-22 ラプターに F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案し、その他にはボーイングが F-15 をベースとして F-15JDJ よりもさらに性能が向上された機体を提案、イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど売り込みが激しく、この中でも特にロッキード・マーティンの案が本命ではないかとする見方が多く上がっていたらしい。2018年12月18日、第4次安倍内閣における閣議によって新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画が決定され、その中期防の中において将来戦闘機については、F2 戦闘機の退役時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとされた上で、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記いて、国際協力も視野に置きながら日本主導での戦闘機開発に着手することが決定され、海外の既存機を導入する案は国内防衛産業における技術の蓄積というメリットがなく、また価格のコストダウンが期待できないとされ、次期戦闘機においては国内企業の主導による開発を進めるとの方針が示されたよ。そして、2020年10月に当時の岸信夫防衛大臣が三菱重工業を開発主体に選定し正式に契約を結んだことを発表し、その他に、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画して次期戦闘機の開発が本格的に開始されたね。しかし、我が国の防衛産業界ではこれまで戦闘機を独自に開発した経験がなく、国産戦闘機とされて平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機ですら、ロッキード・マーティンの F-16 ファイティング・ファルコンの派生型でしかないと評価されているほどであり、高性能な次世代戦闘機の開発に海外企業による協力は必要不可欠だったんだ。海外の協力企業については2020年末までに選定するものとされ、アメリカのロッキード・マーティンとボーイングに、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれ、2020年12月、防衛省は支援海外企業としてロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったことが明らかになるね。しかしながら、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府はグローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表し、日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア、スウェーデンも参画の間で進行中であった。次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合して、
共通の第6世代戦闘機を共同開発してそれぞれに配備することを発表したな。そして、2023年12月14日には、東京で日英3カ国防衛省会合が開催され、その席上で木原稔防衛大臣がイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共に、グローバル戦闘機プログラム GCAP の管理を目的とする国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための条約として、GCAP の設立に関する条約に署名して条約が締結され、次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したぜ。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルは、これまで三菱重工業が発表していた次期戦闘機のコンセプトモデルや、BAE システムズがテンペストとして発表していたコンセプトモデルと比べて特に主翼が大きく変化していて、これまでとの違いは三角形のデルタ翼となったことで幅が広がっているなど、より進化したデザインになっているね。これについては海外メディアが、次期戦闘機においては、戦闘機同士の空中戦ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして空中戦で重視される機動性よりも、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐことに方針が転換されたとの見方があるほか、空気抵抗をより低減するデザインとなり、さらには主翼の広がりで揚力が増すことによってミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかと報じているみたい。次期戦闘機については日本では F2 戦闘機の後継で、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継であり、どちらも空中戦能力のみならず対地攻撃能力が重視されていることからペイロードの増加は重要なんだよね。BAE システムズでは、2024年7月に東京でファーンボロー国際航空ショーの前に開催された説明会において、まだ設計の最中でありこのコンセプトモデルが最終的な形状ではないものの、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べていることから、翼の後ろ部分を変更してデルタ翼にしたことも設計が進展していることを反映したものとみられ、今回のフルスケール模型の公開によって今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたとする声が上がっているな。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙において、政権与党であった保守党が大敗して労働党政権に変わることから、国防政策が見直される可能性が生じ開発費が見通せないとされている GCAP からイギリスが離脱するのではないかとの見方が出ていたぜ。とはいえ、ファーンボロー国際航空ショーに姿を見せた労働党のスターマー新首相は、この GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したことから、新政権においても GCAP が継続されるとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年、海保巡視船の建造が進められており、巡視船暁もすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして南西諸島の監視活動が実施されているよ。これらの海域ではより多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされているな。まあ相手は言うまでもなく中国海警局だぜ。今回は海上保安庁大型巡視船黎明型2番艦、尖閣諸島の警護指導について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦暁が就役したよ。そして度重なる中国航船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海上保安本部に配属されたんだ。この第10管区海上保安本部は鹿児島港が母港で、黎明と共に暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われ、重要な役割を果たす黎明型巡視船の所言は、排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇るんだって。規模だけで言えば海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようだな。言うまでもなく、
海保の艦艇は戦艦ではないため、海自護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できないぜ。あくまでも警察力の範疇の艦艇なので必要最低限の70口径 40mm の母砲射程単装機12機と、20m バルカン砲を2機ずつ実装しているだけで、他には殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視最小装置が装備されていますし、両舷には救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されている程度らしい。海保の黎明型は前級である秋津島や前前級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だけど、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型と見られるんだけど、計画年度が6年も離れているため、全体的に改良が加えられているんだ。例えば後部マストだけど、秋津島は全部マストと同じラティス構造だったのに対し、黎明はサーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されているよ。居住区画は乗組員への防音措置に配慮して、配置や精神剤の活用などによってストレス軽減を図った作りになっているらしい。また、海上事案の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているため、南西諸島での海賊対応などにも有効とされているな。ちなみに海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で6万9000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と資料には記述されているようだぜ。この諸元を規模艦だけで比べたらマヤ型護衛艦より、黎明や暁がやや小さく感じられるけど、建造費を比べると一隻1700億円もの差で暁の約6倍近くもかかるんだよね。つまり、イージス艦が高額すぎて金のレベルは桁違いということになるんだ。海自護衛艦は万が一の場合は敵国軍隊と戦うため、水上の戦闘艦として巡視船よりも設計構造的にも高額なのは仕方のないことと言えるんだけど、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているんだ。マヤ型には SH-60 型哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は他の大型巡視船と同様、完備に大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われているよ。このスーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社が2000年平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約280キロマイジです。日本国内では海保以外でも採用されている優秀な機体と言えるだろうな。暁に搭載されるヘリの愛称は一般公募の中から青鷲と決定しており、南九州の青い海と海保のイメージカラーのブルー。鳥の王者として君臨する鷲を組み合わせ力強く南九州の海を守ってほしいという願いを込めた命名されたとされているらしい。陸上自衛隊でも実際に3機のスーパーピューマ225を調達。木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されていたが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようだぜ。陸自に納入されている機体は数箇所回収されていて、具体的には操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため排気口の排熱を抑え赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているみたい。陸自と同様、東京消防庁も3機配備しているんだけど、救難救助救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しているね。こういった状況下、海保は日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に各陸上拠点でも運用を行っているよ。
暁艦載機の青鷲が今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているみたい。これらは中国海警局組織に所属する艦艇で、中国政府の意向を示すものだから、小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となるよね。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織だったんだけど、2017年以降、武装警察に連なる組織へと改編されたため、軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではないんだ。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれないけど、2021年2月から海警報が改正されたため、警戒すべき事態になっているのは確かだよ。これによって中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが改正以前と比べて緩和されてしまったため、当局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけだ。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか、非常に興味のあるところだな。中国側とすれば、尖閣諸島は日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いため、日本が固有の領土だと考えていることとは全く相入れない主張を繰り返しているぜ。しかも尖閣諸島の周辺海域で、日本の漁船の操業を妨害されないように、海保の艦艇は侵入してくる中国公船から防護している状態だというのに、海保側からの武力行使は一切できないのが事実だ。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば容易に武力衝突が発生するとして、海事艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ているんだけど、それをなだめる論説として中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が主流であるというのも確かな事実だよね。誰だって戦争は避けたいはずだからな。仮に海事艦艇を投入しても、中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れないぜ。となると、政治主導での判断が求められることは回避できそうにはないわけで、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれないな。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば自衛隊隊員のように、海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願うよね。加えて、漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。